天の丸や桑谷山荘へ行くルートの一つ。豊岡。国坂峠の頂上付近。陶器に、積雪で通行止めになることがある。三河湾スカイラインとは、愛知県ぬかた郡高田町から同県蒲郡市に、至る延長 16.3km の道路である。三河湾沿いの蒲郡市街地北部の桑谷山。 遠望峰山、五位山の峰に沿って走るスカイラインで、1973年に、全線開通した。愛知県道路公社が管理していた、一般自動車道であったが、2006年2月1日に、無料化される、約1年前に、愛知県道525号蒲郡環上線として、道路法に基づく道路に移行した。無料化に伴い、遠望法駐車場、 クワダ駐車場、山綱駐車場は閉鎖されたが、三河湾スカイラインの名称は、道路の愛称として残されている。無料開放後は維持管理が非常に悪くなり、舗装も著しく痛み走行には常に注意が必要である。夏場は、草木がはみ出す箇所も多く、特に台風の後などは落下物で荒れ放題となり、相当の危険を伴う。 鎌郡市柏原町から同志三谷町の三谷温泉にかけて自然公園法に基づく三河湾国定公園の一部として指定されており観光路線に位置づけられるが駐車場があった有料道路時代から比べると観光道路としての魅力は薄れている2016年6月土砂崩れのため岡崎市はぐり町から ガマ市豊岡町国坂まで一時通行ができない状況であったが、7月より通行止めは解除された。ガマ市の片野原温泉から、三金山を経由して、はず町を結ぶ三金山スカイラインと接続し、観光の広域開発を目論んで建設された。高田町は遠望峰山、岡崎市は桑、谷山、ガマ市は、 五井さんの開発を構想しており、西一町による建設が調停された。1967年、釜マゴ商工会議所にて、促進規制同盟会が結成され、同年に測量を開始、建設省、運輸省から認可が下りた。1968年に起工式が行われ、1971年に、 柏ッ料金徴収所から桑谷山荘までの区間 6.5km が開通した。1973年10月31日、高田町の不甲図天皇前から、ガマ市と八日町国坂までの総延長 17.71km が完成し、11月9日に開通式が行われた。総工費は220億円だった。当初は、 三河パークライン計画として、本宮山スカイラインや蓬来寺山パークウェイなどと接続して観光開発する計画があったが、立ち消えとなった。2006年から無料開放されて、愛知県道路公社から愛知県に移管されて、愛知県道525号がまごおり環状線となったが、有料道路時代同様の維持管理が困難となったことから、 沿道の駐車場はすべて閉鎖された。ここに記述しているものは、無料開放される直前の通行料金である。最高速度規制は時速 30km から時速 40km。ほぼ全線にわたり、追い越しのための右側部分の対面車線へのはみ出し、通行は禁止である。柏インターチェンジ付近とカーブで、 見通しが悪い遠望法駐車場出入口付近は、展開禁止、天の丸に通じる道路付近は、駐停車禁止、展開禁止にそれぞれ指定されている。歩行者、自転車に対する通行止め規制等は、特にないが、歩道は、基本的に設置されていない。次の場合は、愛知県東三河建設事務所により通行規制の、措置が取られる。 また過去に、暴風雨による落石により、一部区間で復旧までの一定期間、通行止めになったことがある。尾根に沿って、アップダウンとカーブを繰り返す道路で、三河湾を所々で一望でき、特に、蒲氷市内と三河湾が織りなす夜景は、人気がある。西の遠望峰山を降りると、板野峠で、愛知県道323号。 アシア・ガマゴーリ線と接続し、さらにその先には、サンガネ山の観光道路である、サンガネ山スカイラインがある。東は、国坂峠で、愛知県道368号豊川、ガマゴーリ線と接続する。起点から、ハット ABC 須藤へ1 2 0 1 3 P111、ABCD 小川、クリス、タミヤ2016。 P88ABCD 中村1日編 2017P88 三河湾スカイライン本宮山スカイラインを無料化します愛知県2013年4月6日閲覧三河湾スカイライン通行止めのお知らせ蒲郡市観光協会2016年6月19日閲覧地域市不構図532ページ AB 地域市 福坊図533ページ、ガマゴリシ資源大編287ページ。ありがとうございます。